します。てか全然オードリーの名前出さないな。一人だけいんのよ。江坂さん、あら勇気あるねあなた。そうだね。なんでオードリーって書いたの？トークがすごい好きで書かせていただきました。君は1列目の一番こっち座りなさい。あんな方もいいよ。普通のひいきをします。わかりやすくひいきします。